小泉進次郎議員を中心とする自民党の若手議員が厚生労働省を分割する改革案をまとめました厚労省が扱う仕事っていうのは本当に幅広くなって予算規模も国家予算の4割という大変大きな少女になりました国民にとって必要な暮らしのための生活が政策が実行できるかというともう難しいだろうなと提言では 厚生労働省について多岐にわたる業務を1人の大臣1つの役所だけで担当することは困難になりつつあると指摘していますその上で年金や介護などの社会保障と少子化対策などの子ども・子育てそれに国民生活の分野に組織を分け2つから3つの省庁に分割する案を示しましたただ、党内には慎重意見が根強く実現の見通しは立っていません